じっているかもしれないんですけれども、そんなこんなでね、あのメモリースティックがご臨終しましたので、戻し作業をして新たなセーブデータで一から初めてここまでやってまいりました。すべて戻しは終わっていて、装備も多分以前の収録の時と同じになっています。 NE の装備はね、なんかちょっとカジュアルメガネとかに遊び心で変えているんですけれども、レベルは50カンストまでしているので、ヒットポイントは769かなくらいまであるかと思います。で、お弁当は5個持てるようにしてきたので、ジャングルライスが2個と貴族風リブ弁当が3個用意してあります。前回の収録の時は4個しか持てない状態だったんですけど、ここはなんとか増やしてきました。で、あとはやったことといえば、実績をちょっと解除してきた感じです。何が変わったかな、ここら辺は多分前もあったんじゃないかなと思うんですけど、敵を2000体倒した、敵を5000体倒した、獅子粉塵の猛者、スキルで敵を100体倒した利権乱舞、アーツで敵を1000体倒した魔導無双、ガードで攻撃を100回防いだ百花迎撃、プレイ時間が50時間を超えたっていうのは、あのスキップで放置したりした時間も含めてます。で、あとはステージを1分以内にクリアした電光石火チェイン200を達成した聖雨の如し、ここら辺かな増えたのって、多分他は前からあった、あ、これは多分やったことないですね。小さい結晶を5000個拾った結晶結石超石超石マニア、多分これは前のデータでもできてなかったやつですね。これとこの50時間っていうのはできてなかったはずなので、こんな感じで他の部分もちょっと詰めながらゼクスト戦まで持ってきました。長かった、あ、長くないな、数日で終わりました。はい、あの私が更新停滞してたこの実況シリーズは、普通にストーリークリアするだけだったらこんな短時間で終わるもんなんだなって思いました。はい、じゃあゼクスト戦いきます。久しぶりの収録なので、また戦い方を少し忘れていますが、多分大丈夫だと思います。このゼクスト戦はすでに動画に上げているものになりますので、今回は倍速を使うであろうということを予想して、早送りした際に何を喋っているか皆さんが聞き取りやすいように、少しですがゆっくりめに話していきたいと思います。これでちゃんと聞き取りやすくなっていたら嬉しいんですけど、聞き取りづらかったらすいません。前回ゼクスと戦った時の動画を特に見直すこともなくこの対戦を行っていますので、攻撃パターンをかなり忘れ去ってしまっております。球体を先に壊せばいいっていうのだけは覚えているんですけど、この球体バリアが壊せたのかどうか、若干戦いに集中していると見分けがパッと見ではつかなくって、バリアが壊れているのに攻撃を続けてしまったりとかしそうでちょっと怖いです。ゆっくり喋るとなんだか喋り方が変な気もしますが、レベル50まで上げてきたからか装備がいいのかよくわかりませんが、敵の通常攻撃に関してはダメージが1しか入っていないので、防御はあまり意識せずにガツガツ突っ込んでいきたいと思います。お弁当の数も前回収録時よりも1つ増えていますので、体力が危なくなってきてもまあなんとかご利用せるかなと思っています。なかなかね、三角ボタンでの回避がうまくできないというか、そもそも回避をする気がないというか、そんなプレイングになってしまっていますので、多少のダメージはまあいいかなと思っています。そんな感じで勝ちました。
我は全てを終わらせる。何もかもこの星の海に消えるがいい。ここが最後の正念場だ。彼を使命から解き放とう。うん、みんなで残され島に帰るためにも。さあ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 、やってきました最終決戦、ステル・アラクラン戦。数年前にですね、こちらを収録した際には攻略法が分からなくて、無残にもヒットポイントを削り取られて敗北してしまったわけなんですけれども、果たして今回はエンディングにこぎつけることができるのでしょうか。まあこぎつけるために頑張るわけなんですけれども、はっきり言ってですね、だいぶ前から新シリーズを用意していて、そろそろそちらの更新に入りたいので、今日ねこの長い長い戦いに終止符を打ちたいと思います。まあ以前と変わらずプレイヤーのお粗末な操作によってね、やや苦戦しながら何かが頑張るんじゃないかとは思うんですけれども、少しでもスムーズに勝てるようにと思いまして、冒頭でも説明した通り裏でレベル上げをしてレベル50カンストまで育ててきています。レベル上げの途中でですね、ステージで敵を地道に倒すよりもお弁当を調理する方がたくさん経験値がもらえることに気がつきました。必要な食材をドロップする敵のステージも周回してお弁当を調理をしてレベルを爆上げするというアクションゲームにあるまじきレベリングで楽をしてきました。前回収録時に比べてヒットポイントもね、最大値がかなり上がっていると思います。敵の単純な攻撃に関しては多分ダメージも1とかそのくらいしか入らないんじゃないでしょうか。ただ前回の収録した時の動画を特に見返すこともなくこちらに来てしまったため、若干ですが倒し方をまたちょっと忘れてる部分があります。ここの足がね、降りても大丈夫なことを忘れてました。一個下の段の足は水みたいになってると思うんですけど、あそこは使ってしまうとダメージを受けるので、ここも降りちゃダメだって勝手にまた勘違いしてました。そんなこんなで若干下りましたが、ミニマムジェクストみたいなやつを倒しまして第2形態へ移行いたします。第2形態は、尻尾を使って上に運んでもらって両腕の赤い丸を攻撃するっていう形だったはず。ということでまずは尻尾に捕まってあげてもらいます。そう、ギアホールドギアホールドね、ギアクラフトって間違えそうになった。またこれ確かどっちの腕を攻撃しても片方だけ壊せばもう片方も壊したことになるんでしたよね、確かね。だからどっちかに狙いを絞って攻撃していこうかな。こっちに来ちゃったから向かって左側のこっちの手を攻撃しますか。なかなかね、1回2回ぐらいしか連続して攻撃を当てることができないのが残念なところなんですけど、
それもっと効率のいいダメージの入れ方ってあるんですかね。とりあえず木更津は地道戦法でいきます。届いてない。痛い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 。そう、敵の普通の攻撃だったらダメージ1とかそれくらいしか食らわないんですけど、このダメージを受ける床に関しては一気に18とか持っていかれるから本当に痛いです。やっと腕が壊れました。ということでさらに上の段に行きましょう。前回のパートではここのね倒し方が分からなかったんですけど、研究してきましたよ。これギアバスターで赤い部分についてるバリアを剥がすことができるんですね。これに気がつくまでかなり時間がかかりました。ということでどんどんギアバスターでダメージを入れていきましょう。右側のバリアがまだ壊れてないですね。ギアバスターやると若干なんですけど、ナユタが動きが止まってしまうので、それも加味してタイミングよく当てないと赤い丸が前後に移動しているのでなかなか当てることができなくて困りますね。ノイがクラフトゲージを使い切ってしまったのでしばらくギアバスターが出せません。ということで今はひたすらビームを避けます。そしてゲージが回復いたしました。あれ通常攻撃効くじゃん。あ、そっか、ギアバスターでバリアを壊した後は通常攻撃でもいいんだ。はぁ、バカなことしましたね。すいません、またちょっと下りましたが、無事ミニマムゼプスとアラクランかな出てきましたので、あとはこいつをゴリ押しします。ダメージを食らってもいい、食らわせるんだ。ということでヒットポイントがまだ残っていたので第3形態があるのかな。なんかサソリみたいな形になりましたが、これは足をよじ登っていけばいいんだろうか。うーん、足は登れないみたいです。じゃあやっぱり尻尾かな。尻尾さんこちら。あ、違う、これギアドライブで上がっていくんだ。上がれましたが敵がいない、どうしたらいいんだ。お、出てきた。じゃ第3形態は尻尾をギアドライブで上がって、このミニマムアラクランをゴリ寄せばいいっていうことで認識は良いでしょうか。綺麗に全部のビームに当たってますね。避けれねー。銀河ダメージ1だから。さあ落とされてしまいました。あの赤いビームみたいな簡易攻撃を避けようとしたら落ちてしまいましたが、尻尾は来てくれないでしょうか。来た来た来た、行こう。さっこーい。あとはひたすらゴリ押しあるのみ。これで決着させるぞ。いっただろう。よしよしよし、虚無なる性格、実績解除。やってやったぜ。そんなこんなで決着かな。消えた。終わったんだね、
全部。うん、これでやっと。ナユタ、ノイ。やったみたいだな。さすが俺の弟分だぜ。なんとかだけどね。そっちも無事でよかった。ゼクスト、彼は少しかわいそうだったけど。彼は星座球自身だった。再創生の執行だけが唯一の存在理由だったの。だからこそ逃げたくても逃げられなかったんだと思う。使命を捨てた俺たちにも責任があるのかもしれねえな。きっと誰も悪くなかったんだよ。世界を滅ぼしてしまった僕たち人間以外は。それもきっと変わっていけるはず。ナユタみたいな人間もいるんだから。クレハ、ありがとう。どうした急に。地上の様子がおかしい。これはまさか。パックリいっちゃってますね、穴が。やばい。星の核が暴走を始めてる？そんな、どうして？もともと星の核コアは壊れかけてしまっていた。それがさっきクリスタルが落下した衝撃で完全に崩壊し始めたみたい。このままじゃ再び最悪が起きてしまう。最悪と、どうすれば。何か手はねえのか。星の力を操れる俺たちなら。私たちの力だけじゃ。ゼクストがいたらいいんですか。そんな。やっぱり再創生しかねえのか。そんな、せっかく私たちで止めたのに。俺だってそれでいいとは思ってねえ。だが、このまま完全に地上が滅びちまうよりは。本当にそれしか方法がないのか。考えろ、ナユタ・ハーシェル。僕らの地上を、残され島を救うにはどうすればいい。アストロラーベ。ノイ、アストロラーベを使ったらどうかな。アストロラーベ？アストロラーベは星の力に働きかけて自然を操作するんでしょ。あれを使えば核の暴走を止められるんじゃないかな。そうか、確かにあれなら。隔絶されてる。とてもじゃないけどアストロラーベの効果範囲は及ばないはず。木更津ピーンときました。ゼクストと戦う前に鎖
りを打ちつけて深くつながりを持たせたって言ってなかったでしたっけ。あれが伏線だったんじゃないかな。でしょでしょ。そうなんだ。ちくしょう。もしかしたらうまくいくかもしれない。さっきゼクストが地上に落下させたクリスタル、あれを使えば。あのクリスタルは星座球を地上に下ろすためのアンカー。あれがテラと地上を強く結びつけるんだってゼクストも言ってたの。クリスタルを利用すればアストロラーベで地上を制御できる。それに加えて星座球の星の力を送り込めば滅びを止めるどころか核の修復までできるかも。なるほど、うまくいきそうじゃねえか。これが再創生以外の地上を救う唯一の道なのかもしれないね。そうと決まれば。あたりまで崩れ始めたか。星座球に心臓が倒れたから。ナイタとクレハ様たちはアストロラーベに急ぐの。え、ノイはどうするの。私は星座球の崩壊をなんとか止めてみるの。さっきの作戦には星座球のエネルギーもいる。放っておくわけにはいかない。みんなは先に行って準備を進めてほしいの。確かに分担する必要があるかもしれないけど。でも大丈夫、後で絶対に合流するの。だから今は行って。絶対だよ。来なかったら承知しないからね。うん、よし、それじゃあ一気に飛ばすぞ。消えちゃったし、ノイももう。ひとまず準備はできた。あとは強欲の力も使えば。少々しんどいが死ぬ気でやってみるしかねえか。ただノイの力も借りねえと。ノイ、まだ来ないのかな。もしかして何かあったんじゃ。みんな、待たせたの。おお、よかった、無事だった。ノイ、その姿は。ごめんな、ユタ。今まで黙ってたことがもう一つだけあったの。私は庭園の管理者だけど、本当はもう一つ役割があって、それがこのアストロラーベの心臓なの。アストロラーベの心臓。中枢である星座球の対となる心臓、それがノイ。アストロラーベの力でここに保存された全ての生物を守っていくための存在。そういや、ナユタには話す機会はなかったっけか。ノイってそんなにすごかったんだ。さっき言った作戦には
ちょっと待て、お前なんか様子が。ノイ、まさか。そういうことか。どういうこと？僕にも分かるように説明してよ。木更津だって混乱してるしさ。地上の滅びは今取り返しがつかないところまで来ちまってるんだ。それを元通りにするには普通のやり方じゃ無理なんだろ。アストロラーベの限界を超えた操作が必要になってしまう。おそらく最後には全ての機能が完全に停止する。内包されたノイの存在も一緒に消えて。できない、ノイを犠牲にするなんて。ああ、んなことできるはずがねえ。ノイ、きっと他に方法が。これしかないの。星座球の方はなんとか崩壊を食い止められた。今ならその力も使える。早くしないと地上は完全に滅びてしまうの。だけど私、最初は本当に人間なんか大嫌いだったの。地上を滅ぼすきっかけになった野蛮で恐ろしい種族、みんながそうじゃないはずだってクレハ様は教えてくれたけど、とても信じられなかった。ナユタたちに会うまでは。一人でゼクストに立ち向かうなんて本当はすっごく不安だったの。だけどナユタたちが突然助けに来てくれて、心のどこかですっごく安心したのを覚えてる。おかばっかりして情けない私だけど、あの時天衣門を閉じ忘れて本当によかったって思うの。それから一緒にいろんな場所を冒険して、怖い魔獣と戦ってナユタのお姉さんやライラみたいな素敵な人たちにも会って、私いつの間にか人間のこと大好きになってた。クレハ様やセレム様、シグナも助けることができたし、思い残すことなんてない。そんなこと。私はそんなナユタたちのいる地上を助けたい。この気持ちはもう自分でも曲げられないの。それに私の存在は完全に消えてしまうわけじゃない。星の力に溶け込んでずっとナユタたちと一緒にいられるはずだから。決心したんだね。また君に会える日が来るかな。きっと。絶対に。だから迷わないで、ナユタ。みんなで地上の世界を救うの。わかった。僕は君のことを忘れない。君と冒険したことをずっとずっと覚えてる。ノイ、私はあなたと出会えて本当によかった。ありがとう。残され島のシグナとして、そして
ミトスの民のセラムとしてお前のことを誇りに思うぜ。私の方こそ二人には感謝しきれないの。さあ、時間がないの。最後の操作を始めよう。ノイ、さよならは言わないよ。またいつか会おう。また浮いてますけど、ここはどこだ。ナユタってよく宇宙に飛ばされる人ですよね。これは夢なのかな。なんだか眠い。夢なんかじゃねえよ。ほら、下を見てみな。え？あ！すごい！光ってる。緑かな、青っていうより。シグナ、クレハ。そうか、うまくいったんだ。うん、星の核は完全に修復されたみたい。ナユタたちの世界はもう大丈夫。ま、一件落着ってとこか。おかげでテラは完全に力を使い果たしちまったがな。え？あんな遠くに光を失ってるね。さっきの反動で軌道がそれつつあるの。今まではテラの機能でそれらも制御されていたけど。次に地上に近づくのはしばらく先の話だな。それまでの間、しばしのお別れってわけだ。お別れ？それってどういうこと？理解するのに時間がかかる系男子。まあ寝起きだからね、しょうがないよね。本当に悩んだけど、やっぱり私たちはノイを置いていけないから。あ、
完全に壊れたアストロラーベをなんとか直してみようと思ってな。どれだけかかるかわからねえが、待っててくれ。今度はノイと3人で残され島に行かせてもらう。きっとまたナユタたちに会いに行くから。クレハ、寂しいけど約束だよ。僕は待ってる。あの美しい地上で、残され島で待ってるから。ああ、約束だ。師匠やアーサやライラによろしくな。本当にありがとう。またね。帰ればいいんだ、ナユタは。もうふて寝するしかねえな。カホは寝て待てだな。寝てる間に着くだろ、きっとっていう。ここで寝れるナユタは根性座ってんな。この世界には果てがある。僕たちは昔からそう教えられてきた。だけど本当は違ったんだ。世界は限りなく広がってて、そのどこかに大切な人たちがいる。僕は待ち続ける。また彼らと会える日を。さっき流れたナユタのセリフ、この世界には果てがあるっていうのは、オープニングでナユタが言ってたセリフですね。なんか世界は平坦で、世界には果てがあって、その先には誰も行ったことがないみたいな始まり方をしてたのと同じ終わり方をしているんだと思います。あー、なるほどね。シブナの声かっこいいなって思ってたんだ。ゼファストたちはあの声聞いただけで誰か声優さんの名前わかるからいいんですけど、シブナ誰だろうってずっと思ってたんですよね。あ、なるほどね、知ってる人でした。いやー、2013年くらいに1回収録が止まって、で途中で2014年にちょこっとため撮りを増やして、で2017年にメモリースティックがこう臨終して、長かったですねこの実況ね。何が原因って、私がサボってたのが原因なんですけど、ちょっと忙しかったから。ストックはあったのにね、なんで出せなかったんだろうね。 あとメモリースティックがご臨終する前にストックの動画データを貯めておいた外付けの HD がご臨終をして、やべーってなったんですけど、なんとか自力で修理してあのデータ無事でしたので、なんとか今ここに結びつけられたって感じですね。テラ綺麗だな。そんなユタたちが世界が平坦だと思っていた理由が、あの裏側の部分が、地球の裏側の部分が破損してて球体じゃなかったから、それが果てなんだって勘違いしてたわけなんですけど、あれがいつか丸く元に戻る時が来るんでしょうかね。
終章、遥かなる約束、エンド。セーブします。あれ、これいつもの章の区切りだと先に進むっていうのがあるんですけど、戻るしかねえな。戻ります。聞いた、アフターストーリー、その後のお話。じゃあこれは動画時間が凄まじいことになっているので、次回に回したいと思います。今回が最終回だと思った方、すいませんでした。次回、その後どんなことになっているのかやっていきたいと思いますので、もしよかったらまた見てください。それでは。